ドリティスプルケリーマ、ズハンドリティスプルケリマドリティスプクリマは、着生の卵化植物。洋ンとして栽培されることもあるが、胡蝶ンの後輩を親として重視される。この卵は当初は、胡蝶ン属として記載され、後に別属とされたもので、外見は非常によく似ている。赤みを帯びた少林の花を多くつけ、洋ンとして栽培されることもある。だが、 コチョウラン族との交配親としても非常に重要で、そのような属間交配種はドリテノプシス族として扱われるが、普通はコチョウランの範疇として扱われる。常緑性多年性の着性植物で単熟性の卵化植物。茎はごく短く葉を密生する。その基部からは太い根が多数出て樹皮に張り付くように伸びる。葉は厚い角質で硬く。 線状長楕円形、長さは約1 5トル。二列性で数枚から12枚程度までを生じる。おおむね一般の胡蝶乱属のものより、履数が多く、立ち気味に生じる。花形は茎の側面から出て、ほぼ直立して伸び、40から6 0トル、大きいものは7 0トルに達する。花はこの茎の先端に近い方に10から20毛をつけ。 下の花から順に咲いてゆく。開花期は秋から冬。花は、径が2から4センチメートル、全体に、線頭項色。学片と、側花弁は楕円型で、平らかいするか、ややそり気味。新弁は、基部で三列し、中辺は楕円型で、先端は細まる花期は長い。なお、花色や花型には、変異が多い。 白花品の F アルバ等も知られている。東南アジアに広く分布し、ミャンマーからタイ、ラオス、マレー半島、スマトラから知られる。低山帯の渓流沿いの木の絵から、日当たりの良い岩場などに生育する。当初は古朝乱族として記載されたが、後に独立族となった。この族に含まれる種は、この種だけの単系族である。栽培品用乱として観賞用に栽培される。 この種自体も干渉の対象とされるが、むしろ胡蝶蘭類の品種改良における後輩親として非常に重要である。俗間後輩なので、後輩品は別属ドーリティノプシスとして扱われるが、一般には区別せずに胡蝶蘭として売られることも多い。この種の鮮やかな桃紅色の加色や小型高である特徴を活かすために使われ、この種の色濃いものでは、 履かずが多くて立ち気味、家計も立ち気味の姿になる。ありがとうございます。